こんにちは、ゆうたろうです。今回ですね、先日発売されたばかりのルミックス GH6 に使用する記録メディアについておすすめの商品をご紹介していきたいと思います。先日発売されたばかりの GH6 ですが、こちらの GH6、 前回の GH5M2 から進化したことっていうのがですね、ダブルスロットのうちのメモリーカードが SD カード、そして CF エクスプレスタイプ B に対応したっていうことが大きな違いが挙げられます。こちらのメモリーカード、一体どのようなメモリーカードを使用すればいいのっていう疑問にお答えしていきたいと思います。 CF エクスプレスタイプ B とはですね、約1秒間に 2000Mbps の処理速度、書き込み速度を持つメモリーカードになります。今回私が使用していますこちらの今撮影しているカメラ、ニコン Z6 なんですけど、こちらを撮影するメディアっていうのが XQD カード、それと同じ形をしたメディアを使用しているのがこちら CF エクスプレスタイプ B になります。こちらのカードスロットにプラスして、今回 GH6 の方では SD カードで映像を記録することができるようになっております。こちら何が違うのかっていうことなんですけど、簡単に説明しますと、早い処理を必要とする映像記録フォーマットを CF エクスプレスのみで記録ができるようになったっていうことが大きな点に挙げられます。以前までの GH5 では記録することができなかった Apple ProRes や書き込みの早いオールイントラなどの動画をこちらの方で記録することができるようになっています。こちらの CF エクスプレスタイプ B の方に関してましては、1枚 120GB のメモリーカード1枚に対して約2万円強、安いもので2万円強、高いものでは4万円相当、すごくお値段が張ってしまうものになります。実際ここまでお金を出すのはすごく困難という方も多くいらっしゃると思うんですけど、今回私がおすすめするものっていうのがですね、 SD カードになります。はい、私がおすすめする GH6 に使用する SD カード、こちらになります。はい、こちらですね、 SDXC メモリーカード UHS2 クラス 10V90 の 120GB、 約1万1000円で購入ができる SD カードになっています。こちらですね、読み出し速度が 260Mbps、 そしてですね、書き出し速度が 300Mbps を誇る超高速の SD カードになっています。こちらで撮影がすることができないのか、撮影フォーマットっていうのがこちらの方に載っています。 4K、Apple ProRes RAW 以上、ビットレートが 800Mbps 以上、フォーディックがオールイントラなどの撮影はこちらのキングストーンのメモリーカードを使用することができないのですが、ほとんどの 4K120 フレームなどの10bit、422の動画を記録フォーマットであれば問題なく撮影することが可能となっています。こちらメーカーの方は公式承認している SD カードではないのですが、私がここ2、3日ずっと使用してきましたが、問題なく記録をすることができますので、こちらの SD カードものすごく安くてコストパフォーマンスに優れた SD カードなので、ぜひおすすめとなっています。 CF エクスプレスタイプ B というのはものすごく高速で記録が安定してすることができるのですが、値段が高いというのはすごくネックになっていますので、こちらどうしてもあまり購入するのはお勧めしないですね。僕自身も CF タイプ B を持ってないんですよね。今後シロソニックさんの方に早く予約してましたので、早期予約特典でちょっといただこうかなと思ってますが、今後もキングストーンのこちらの SD カードで全然こと足りるっていうのがあるので、すごくおすすめの SD カードが1枚いただいています。今回ですね、すごく短い動画になってしまったので、本日、桜の方の動画を鶴岡八幡宮の方を撮ってきましたので、そちらをお楽しみいただければと思います。本日はありがとうございました。ゆうたろうでした。それではまた。